忙しいでしょ今、うん、そうですね、もう何も時間をお金に変えさせていただいてるっていう感じ嫌な感じを変えてる嫌な感じだな感じです、ね、僕はトップバッターだったんでもうダメだと思って、うん、もうその緊張とかも一切なくなってバーって出てお客さん初めて見た時になんか営業みたいだなって思いました、ね、売れなくてもいいって思ったら逆にやめなかったですよ、ね、あーその思いがあんねや、はい、好きなことしてりゃええやみたいな。そうっすね、うん、なんか最悪なんかパパに頼めばみたいなどうも、快速です。さあ、今日なんですけども来ましたね、はい、2023 M1 チャンピオン、令和ロマンさんが来てくださいます。やったー、来てくれるのよ、ね、昨年で言うたらやな、ウエストランドさんが来てくれてやな、さやかさんも来てくれたな。そうですよ、でロングコートダディさんがそう来てくれて、はい、最後終的にウサギさん寝るっていうねいろいろありましたけども、はい、今年もちょっとこう声掛けこちらからさせていただいたらですね、出てくれる言うて、しかもあの令和ロマンさんあのYouTube チャンネルもやってるから、はい、今回コラボとのコラボなっているんですけど、まずはうちのチャンネルからちょっと撮らせていただくということなんですけども、はい、めっちゃ嬉しいな。嬉しいですね。でなんか今回すげえ俺が感じるのは、うん、安武が超興奮してんのよ。なんかわかる、ね、はい、本当にね、今日もう入ってからもずっとですよ。いや入ってどころかお前1週間ぐらいなんかずっと言ってんのよそうなんですよ、浮き足立っちゃって。そんな普段ないくせにさ、普段さ撮影で言えへんやん。失礼だな俺にも今までのゲストの課題と失礼だな1週間ぐらい前から解散、もうすぐ令和ロマンですね、そうそうみたいな感じでやな、言うからやな。今日なんてもう僕もただのファンですわ。そうやで。そうですね、ウエストランドさんの時そんななかったやないか。全然言ってない。いや、それはマジで言ってないよ言ってないけど言う必要ないそうやな、はい、でもほんまに個人的に大ファンやねんな。僕はもう今やっぱずっと見てる、1回戦からずっと見てるんで。そうね、はい、もう何年も前から。確かにな、はい、だからもうすっごい嬉しいです、ね、楽しみですけども、令和ロマンさんで言うたらね、実は、うん、覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、47都道府県チャンネル登録グランプリやってたじゃないですか、はいはい、去年ね、うん、あの時に僕がくじで千葉引いて幕張メッセじゃない、うん、幕張の劇場、はい、行ったタイミングで実はちらっと出てくれてるんだけど、うん、みんな覚えてる、うん、あの47都道府県俺千葉行ったでしょ、はい、で帰ってきて、うん、第一声じゃないけど、うん、俺あの時全員のネタ見たんですよ幕張の、はいはいはい、俺その時令和ロマンのネタ見てびっくりして、うん、めっちゃおもろかったって言った。言ってた。俺あの時初めて見たんですけど、うん、それがあの人たちが、うん、そして絡ましてもらったちょこっとね、はい、あの時もセンスあったんや確か、うん、その人らが優勝したっていうね。すごいですね。そうやんか、うん、でこれだから取ったから言うんじゃなくて、実は我々もね裏でこう M1 グランプリ楽しみやなみたいな話してる中で、うん、誰が優勝すると思うんですか。結構実は俺ら令和ロマンって動画にしようとよかったな。あれな、お前はもう言っときゃよかったラジオではちょっと喋ってますもんね。あ、軽く喋ってるから。でもあんまり言うとさ、うん、なんか他の芸人さんが、そうなんす、昨年も接点か、そうあそうなっちゃう、ウエストランドさんをブチ切れてたやんか、怒ってましたもんね。そうさやか好きなんでしょいきなり切れてました、ね、動画でロングコートダディ好きよ、言ってたやんあんまり言うのもちょっとあれやなそうです、ね、思ってたけど、まあでもすごかったから、すごかったよ。ちょっと本人たちからいろいろ話をちょっと聞きたいなと思いますんで、うん、はい、じゃあそれでは早速いきましょうか、はい、はい、というわけで本日もお話しします。令和ロマンさんでーす。ほんまにありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ来てくれて、ほんまに、いや、こちらこそありがとうございます。嬉しいですよ。だって笠崎さんのチャンネルなかなか来ないことないですからね。いや、なかなか来ないですよね。オープニングのカジサックさんぐらいのスピードで喋ってやるすごかったよ。1.25 倍かと思った。直線までなんかマクロクレがいや、いい言うな、お前さあ、こういう動画にしますみたいな。そう、あのね、俺ね、オープニングと実は令和ロマン2人そこにおったやけど、むっちゃやりづらかった。いちいちさ、俺がなんやなやってる時に車さんがさ、なんかなんかそう精密採点みたいなの入れてから、うん、この動画撮ってますね。なんかそのしゃくりみたいな。すごい数のしゃくり的な拳みたいな。すごくなかったですか。すごく青い丸みたいなやつ。すごいっすね。なんかすごいっす、マジでちょっとレベルが早すぎた。早すぎた。なんかそのカジサックさんが早いのいいんですけど、うん、スタッフさんも早すぎた。あのバグってます。反射神経よく言われんのよ。早すぎる。なんでなんですか。早っ。俺らの絡み餅つきって立てる。本当そんな感じ。すごい早いです。あ、言われたりする。びっくりしません。びっくりさせて。申し訳ないです。なかなかね。っていうかいろいろ喋りたいけど、まずいいですか。はい。煙さん目充血した。
なんすか一旦ちょっとこっち来てもらっていいですか。カメラ見てもらっていいですか。目赤かすかません。どうしたんすか。大丈夫っすか。これはですね、昨日の夕方からずっと左目になんか入ってる。意味が分かんない。助けてください。大丈夫なんです。大丈夫です。俺今日おはようございますって入ってきた時に、今日無理ちゃうから。元気は元気なんですよ。全然元気なんで大丈夫。コンタクトとかしてないのに。してないんですよ。してないのに意味分かんない。もう何も取れなくなっちゃう。何も取れなくなりました。ほんとゾンビになる直前。本当にもう打った方がいいよ。もう腫れちゃって今のうちに打っといた。大丈夫だったら、ね、大丈夫。もちろん大丈夫なんで。、はい、元気にやらせてください。すいません。若干実は車さんも今日声枯れてるみたいな。どういうコンビなんだ。飛んでます。すいません。本当にコンディションを合わせようとしたんですけども、ロングインタビューから2本挟まれた。はい、それだけで。それで言うとやっぱチャンピオンやから。すいません、本当に忙しいでしょ今。うそうですね、もう何も時間をお金に返させていただいてるっていう嫌な感じよ、もう嫌な感じだな。感じですね。さっきカメラ待ってるって聞いたらそうでもないから。さすがやで、ほんとに。そうですね、まあ劇場とかメインですけど、劇場とか YouTube とかいろいろやらせてもらってますね。そうですね。いやでもほんまに改めて、改めて本当におめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。ねえ、もういろんなところでおしゃべりされてるとは思うんですけども、はい、これこそほんまに改めてどうですか、撮った感想といいますか、うん、撮ったじゃないですか2023、はいはいはい、そっからといいますか、そっから撮った瞬間はなんか、うん、撮っちゃったぐらいの感じだったんですけど、うんうん、もうみんながその褒めてくれるじゃないですか、うんうん、なんかどんどんなんか嬉しいってなってます。普通だな。仲間が普通のこと言うんだよ。仲間が普通だから。徐々に実感が湧いたって話でしょ。めっちゃ普通だから。それってめっちゃ普通だから。俺もそう思う。俺が言ったの。でも、はい、俺いろいろ見させていただきましたけど、はい、むちゃくちゃ戦略立ててるっていうのね、見ましたけども、はい、今、撮っちゃったって言ってたけど、うん、でも実際はもう撮る自信満々だったんじゃないですか、うん、いやでもトップバッターだったら無理だとは思ってたんで、さすがに。さすがに無理だったんで、うん、もう賑やかし、もう行きますよという気持ちだったんで、ね、うん、トップ出た瞬間ってやっぱり、はい、あ、終わったって思ったんですか。もう終わったというか、うん、リハーサルでトップバッター引いたんですよ、僕。そうなんですよ。はい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 、はい、一応エミクジってリハーサルでも一回引いて、その感じでマイクの高さとか調整するんですけど、うん、リハーサルでトップ引いたんで、うん、これで本番もし、うん、トップだったら、うん、確率で言ったら10分の1かける10分の1で100分の足なわけですよね、はい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 、そんなわけねえだろと、うん、なるほど。これもしお前トップだったらこれ、うん、これやってんだろうと思って。そんなこと。あ、これトップだったから山田さんやってる。やってるってことになりますよねって俺は思ってたんですよ。思ってた。乗ってて、うん、はい、栗山監督が、うん、トップバッターは、うん、令和ロマンさんでした、うん。はい、やってる。はい、やってるやってねえよやってるやってねえよ、絶対に。そこで取れてなかったら、うん、持ってないコンビかもしれないけど、 あそこで取ったってことは、はいはい、やっぱり持ってるプラス、はいはい、より箔ついたよね。そうですね、トップバッターで取ったっていうのが必ず言われますもんね、はい、なんかその紹介とかの時に、はい、中垣さん以来だと。そうだから、一応俺も経験者なんですけど、はい、俺絶対無理やと思ってたんですよ、もうトップバッターは、やっぱりあれって一発目の大会でまだふわふわしてたし、はい、なんか流れで芸人さんも異常に緊張してたから、なんか振るわなかったのにみんな、はいはい、っていうのもいろいろ加味した結果一発目やからまああるよねと思ってたけど、はい、それ以降で一発目は絶対無理と思ってたのを見事に打ち破ったから、はい、でそれはそれで俺分析したんですよ、好きで。なんでやろうなと思ったら、うん、やっぱりもちろんおもろいよ、これも 100% 面白いんだけど、うんうん、審査員さんがやっぱちゃんとしてたんやろうなと思った。おー、うん、ああ、やっぱ当時の人に比べてってことですか。あんまりそれ言うと角立つやん。言わないようにやってくれって。特に誰が言うと言うなって。やっぱり西川。やめろ。危ない言うて、全部言うてもてるやん。言うて、ほぼ答えです。ファミリーのうちの誰かです。ほらやろ、あんまり最初審査員やったのに途中から MC になるって。確かに。あんまない。それすなわちそういうことやった。言わせな。史上初の出来事です。史上初やろ。確かにそう。で、MC でもなくなってんから。いいんですよ、ね、でも、浮き足師匠にはね、俺らも散々お世話になってるもんな。いや、そうですよ、広げんな、お前。
出てその僕らも審査してもらったことあるんですよ。 NHK の新人を笑いたい別の大会で、はい、別の大会で審査していただきまして、はいはい、あのネタ終わりまして、うん、君らは惑星最高の漫才師で、ね、あの惑星最高その俺らの知らない宇宙版の大会の審査員をしたことがあってドラゴンボールスーパーみたいな話考えすぎ他の星の漫才師も知ってるドラゴンボールの話すぎ惑星最高ってそこまで深く考えて発信するちゃうんだよ惑星って言ったんだよ地球とかとにかくすごいことをお伝えしたかったそれ欲しい本当に嬉しいですねいやでも俺何が言いたかったっていうとやっぱりその審査員の皆さんが1本目でちゃんとした評価をされたじゃないですか、はいはいはい、その後そのルール、うん、その基準点をちゃんと守られたから、はい、だからこそだと思うんですよそうですね、うん、だから過去の M&A で言うと俺の記憶があれだとしたら笑い飯さんが1本目で結構ドガンって受けた時もあったんですよ、はいはいはい、決勝行っててもおかしくなかったけども、はいはい、やっぱり後半で受けた人たちにやっぱり点数ちょい高めにして結果、はい、笑い飯さんがギリギリ決勝行けないとこもあったんで、はい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 、今回それがなかったというかちゃんと決勝も行けたしっていう部分でいくとね、はいはい、いや俺ほんまにすごいなって思いましたねよかったね本当にお前もだよお前もだよ俺だけ褒められてるって、ね、ちょっと画面がまだ面白いなんで相方だからごめんなさい毎日見てる顔がパンパンなんでごめんなさいちょっとバグだよみたいな顔何してんの何もうすぐメガンって映るでしょメガンって直前の顔してますよねチャンネル見ていただいてる方にはこういう顔の人だと思われるもうそれでいいです僕はもったいないこんなとんでもない人数が今までです今までもっと少ない人しか見てない時あったのに今までで一番人が見てる時に一番コンディションが悪いもったいねえよお前何百万人の前で僕朝一応目にスプーンとか出たんです情けねえこれ聞いたことあるなとちょっと冷たいことなんでたキスマーク消すときやるか慌ててキスマーク消すそうだそうだ知らなかったキスプーン当てるやつありますねキスマーク消えない慌ててキスマーク消すお前なんか雑学チャラくないな雑学チャラいんだよあるんだよ雑学チャラいんだよ雑学チャラいんだよ何で怒られてんだよみんな本当に何で怒られてんだよ、ね、ネタがめちゃくちゃ用意してたっていうのもあれマジやんなんですか、うん、そうなんですよねその番手によって変えるみたいな、うん、なんかもう初めて やっといけたんで決勝、はいはい、やっぱこのあれもやりたいこれもやりたいみたいな、うん、毎年決勝いけると思ってネタ作ってたのでもちろん、はいはい、のそうですね準々決勝とかで落ちちゃってましたけど、うん、いやこれ決勝でやったらどんな感じになるかなっていうこの思い入れのある子たちがいっぱいいてここまでに、はい、ここまで実際リアルな話、はい、これ本当漫才のリアルな話したいんだけど、はいまあ、一応俺もやらせてもらってて、ねはい、やっぱり漫才ってさ、はい、3本4本5本も、はい、もうこれでいけるっていうネタって俺できないと思ってたの、はいはいはい、1本2本はできたとしても、うんはい、でも令和ロマンの中でそれが4本5本あったってことはい、まあそうですね。もうこれで勝負できるっていうネタが。それは多分、これで勝負っていうか、うん、キングコングさんの頃と違って、僕らですけど、うん、キングコングさんだったら、そのキングコングさんっていうネタがいっぱいあるじゃないですか。はいはいはい。ザ・キングコングっていうネタがあるから、うん、この中で一番強いのは、さすがに1本。そうそうそう、はい、1本2本ってこれ順位があるじゃないですか。そう俺らってその同じ強さのネタがこう横にいっぱいある感じだったんですよ。ああそうです、ね、なるほど。ネタの種類が違うイメージかもしれないです。コンビとして別にまだ仕上がってなくて、はい、もうなんかこれぞっていうネタがないんですよ、うん、はあなるほど。しゃべくり漫才もやるし、はい、漫才コントもやるし、うん、あの歌ネタもやるしで、まあ、迷ってる段階だったんで。受け、ね、はどうなの。例えば俺ら立ててたとするならばやっぱり受け方的にも、はいはい、縦にこうレベルがこう上がっていくみたいな。横でもどうなの、その受けは、うん、受けはまあその環境によってやっぱ違うんで、うん、寄せだとこれ受けるよねとか、はいはい、で歌ネタだとそのライブシーンだと受けるよねとかはあったんですけど、うん、だからこそ M1 の当日のお客さんの空気見ないとこう相性が分かんなかったというか、うん、普段からそういう風にしてたんですよ。なんか別に M1 関係なく僕らがこうキャラクターが定まってないから、うん、お客さんに合わせてなるべくこの受けるやつをやってあげないと、うん、プロとしてそこはダメだなっていうふうに思ってたんで。すごいね。そこがちょうどなんかだからほんまは1本目2本目でね、うん、お客さんの感じを見たかったんだ。そうそうそう、本当はそうっす。でそれによってじゃあどのネタ出すって、うん、もうガチで、うん、それが楽しかったんだ、うん、それが言ったかった。車がその新車の真骨頂はそこなんですよ、うん、お客さんを見るとかこう順番で戦略変えるとか。トップバッターだったからもう普通に、うん、普通にやるしかなくなって、普通にやるしかな
で顔見せして終わりって思ってた。そうそう。それはやっぱりキャモリさんもこのお客さんを見るわけじゃないですか、はい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 、ね、まあ袖から何なのか、はいはいはい、あ、この感じやったら車あのネタで行くなっても分かるんですか。あ、お客さんっていうのは出順で割と決まるかなとは思ってたんですけど、僕はトップバッターだったんでもうダメだと思って、うんうん、もうその緊張とかも一切なくなってバーって出て、お客さん初めて見た時になんか営業みたいだなって思いましたね。逆にね、無理だと思いすぎて、金ピカの営業だと思いました。営業ってあんまり競り上がらないから。なんてかなんてな。ゆかりの営業、ゆかりの。ゆかりの営業。ゆかりの営業。金ピカの。金ピカの。金ピカバージョンのあるけどな。もうすぐゆかり出てくる。金ピカといえばゆかりだと思う。ある。エビセン。そうか。その時ちょっとそのメンタルやったからちょっとできたっていうのも。僕はむしろそれ助かったかもしれないですね。なるほどね。いやでも今の話で言ったら、俺は見ててすっごいもうネタはもちろん面白いんだけども、すごいなって本当に感心したのは、今までで一番ちゃうかなと思ったんですよ。その M1 グランプリ史上の中で、お客さん巻き込んだ感じというか、ああはいはいはい、うん、ちゃんとお客さん見ながら、はい、ですんごい技術なのよあれって。その途中でブワーってテンポよくやってる間に一回なんか合図しかなんか打ったんかな、あお客さんに対してねとか言いながら、あれってほんまに台本にあることではなくて、はい、その当日のお客さんの雰囲気、感じ、目線で決めてるよね。そうですね。あの一個の実は相づちってめっちゃでかかったりするやんか。はい。あれって緊張したらできないことやと思うよね。気持ちいい。言わなくていい。嬉しい。整うのかお前。このまま整うのか。今怒られたら整います。サウナの水風呂ってあれ怒られたってこと。感情ってなるってこと。感情のサウナをするってどうなっちゃうの。くそおもろいな。おいお前ずっとおもろいやんけ。いいじゃん。なんせいいじゃん。おもんないとこも見せろや。おいじゃないですよ。びっくりすんのがこれも話題になってるけど、はい、まだ今まあ6年目6年目ですね、はい、で M1 取った時は5年目っていうこと。あ、6年、4月から NSC で1年間、うん、3月までなんで1年とか、はいはい、6年目ですあの時、はい、なんなのこの若さで、はい、この能力って俺あんま会ったことないのよ。本当ですか。いや要は今まで結構こうスピードでドーンって、まあ、俺らもそうやったし、まあ俺たちもそうやったけど、やっぱり本人らも言うてるからね、追いつかないんですよ、その能力が。はあはあ、要は貯金する時間がない、お笑い貯金をする時間がないまま表にこう出ちゃうみたいな感じなんだけど、5年でこの実力って何なのって思うのよね。これも時代なのか何なのか分かんないけど、だって別にそんな経験してないでしょ。まあテレビとかはそうですよ、全然出てないですけど、でも劇場にやっぱいっぱい立たせてもらってたので、うん、それがでかいっすね。ああ、そこでちょっと培ってってこと。そうですね。いやでも全然キングコングさんの方が100倍すごいと思ってますよ。何を言うてんねん。何もっとちょうだい、もっとちょうだい。いやマジで。もうやめましょう。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 全然足りへんわ。まだローリュもやってない。顔が限界。顔がもう石になってるおじいちゃんいるから出ましょうと思って。下にタオル敷かれるとここがついてしまっていいんですよ。いやすごい。だから俺はちょっとその辺をね、今日ちょっと聞きたいなと思ってんのが、はい、令和ロマンってどういう流れでこうなっていったのかっていうのはやっぱり聞きたいなって改めて思うんやけども、もちろんあの情報は知ってます僕は、ある程度の。だからあれなんですよね、大学で知り合ったんです。そうですね、お笑いサークルの先輩と後輩で、僕が先輩なんですよ。そうです。お二人で言うたら、ちっちゃい時から芸人にはなりたかったんですか。いや僕はそんなのは考えてなくて、全然考えてなかったです。でもまあなんかこうお調子者というか、うん、もう本当にこう直撃世代ですよ。だからその跳ね飛びとか見て、なんかそれのノリをやるとか、なんか体育の時間にギリギリスちょっとやってみようとか、うん、そんなのをまあやってこうみんなでわちゃわちゃしてて、じゃあ特に芸人になりたいとはまだちっちゃい時は思ってなかった。思ってなかったです。ずっと思ってなくて、なんなら別になりたいっていう時間はないです一回も。大学入ってお笑いサークルなんとなく入ってて、うんうんうん、ででもなんか大学留年しちゃって、うん、なんかやめなきゃなみたいな、うんうん、大学これやめなきゃなみたいな。違う、何で2回言うの。留年したからね。しょうがない
なきゃなぁ俺は悪くないみたいなスタンスお前が悪い言うねんそなが言うからやめなきゃなお前が決めたんだじゃなんか大人になんか言われてやめなきゃなみたいなそしたらなんか芸人になるんでしょみたいに周りから言われて、うんうん、なんかそのこのコンビとかがちょっと調子いいっていうか、はい、まあ別にこう、ライブで受けてるんで、うん、なんかなるよねみたいに言われたら、うん、おー、マジマジ、なるなるなるみたいな基本的にじゃあ周りが言うてたからみたいな、うん、そうそう、なんか本当流されて生きてるんでずっと、うん、周りに言われたら、じゃあオッケーオッケーやるやるみたいな、じゃあ特にじゃあ小中高と芸人になりたいみたいな気持ちとか、うん、テレビ見ててこの人みたいになりたいなみたいななかったの全くわかんなかったへぇ初めてだから大学入ってからニューヨークさんをライブで見て、うん、めっちゃ面白いなって思って、あそうか、うん、もうその世代になるんだそうなんです僕はニューヨーク見ておーすげえと思って、うん、このなんかもっと変な人が、うん、なんか形変な人が出たじゃないですか昔ってどういうことそんな人は誰もいないよどういう誰もいないんですかキングコングさんもう形変な人どういう質問どういうこといやみんな言うなんか普通には出会えないよ、うん、むっちゃちっちゃくてむっちゃ運動できるとかなんかその、うん、でっかい太ってるとかなんかめっちゃ変な人がテレビ出たじゃないですか前はああまあまあまあ言わんとするとテレビに面白かったテレビにしかいないなみたいな普通っぽくないけどそんな人いないわみたいな見たじゃないですか、はいはいはい、だからニューヨークさんで初めてなんか見た目めっちゃ普通でおもろいってことがありえるんだっていうのをなるほどってなんかあ楽しそうだなと思ってちょっとお笑いやる気はなかったんですよなんかネタはそれってすごいきっかけだよねすごいきっかけですいなかったんですよそこまでなんか普通の見た目の人が売れてる人とかいなかったんで身長も同じぐらいそう同じぐらいの身長スーツもないしただの男性みたいな本当普通のあんちゃんみたいな2人がそうそうお笑いコンビでやるならデコボコじゃないとあかんやろみたいなそうそうみたいなそのイメージがやっぱあったんで変な話そこでニューヨークを見てなかったら、うん、やっぱり俺変な形ちゃうからやめとこうってなってやってなかったし多分、うん、そしたらもうほんとディッパーダンクレープとかで働いてました絶対結構しっかりしてる無限大の横にあるクレープ屋さんだろ誰にやるのギリギリするギリギリするのランチかなっていうまあ有名なあるやん鍋像上に鍋像がいろんなほんまに今煙くんおらんかったら何もわからないから見てよこの人みたいなそういうたびたびご迷惑をかけてご迷惑をかけてそれはまたいいところだからこれでも煙屋だからなりたかったんでもうあ、煙さんどうなんですか僕はあの、うん、まあ芸人になりたいってなる前に、うん、一旦チヤホヤされたいと思ってこう、うん、有名人になりたかったんですよそれでもみんな結構思ったりするよ、ねうん、何でもいい本当に俳優でも歌手でも、うん、でアイドルでも何でもいい なりたかったんです僕は、でだから竹下通りを、うん、歩いたんですよ原宿のね原宿いつそれは高2高3ぐらいですかねとりあえず歩いてみたんだそうあのあそこにはスカウトがいるらしいってバカあるあるあるって聞いたんですよ。よく聞きますよ。よく聞くし、ね、実際あるよ。はい。で、はいうん、竹下通り歩いて、あの誰にも声かけられなくて、そのまま往復して3往復してそのまま NSC 入ったそのままじゃねえだろ。そのままではねえだろ。そのままではねえだろ。気づけよ。2往復目ぐらいでそろそろ NSC 一緒に。道調べ出した。そろそろ。明らかにね多分もう違うだろうなって決まったんです、はい、3週目なんかもうメンタル終わってるんですよ俳優じゃないのねモデルじゃないのね、いいなるぞと思いながらもう、めっちゃ可愛いやんでもなんか原宿歩いてでもそういう人間いっぱいおるからね、うん、ですよね絶対おる表参道竹下通りっていうのは、うん、でももうその中で歩いてる中でもう一個ずつ切っていったんや、はい、俳優はないな、はいはい、そう役者もないな、はい、角曲がるたびに角通るたびに、はい、でもう芸人になろうっつって NSC で、ね、NSC ですね、うん、煙さんはいたんですかこういう芸人になりたいなとか、うん、こう憧れというかあ僕芸人に、うん、あの芸人いいなと思ったきっかけが、はい、あのアメトークなんですよアメトークアメトーク、うん、僕浪人してるんですけど、はい、2人とも浪人してるんですけど、うん、あの高3の時にあの日本の大学全部落ちて、うん、全部海外の大学受かってたみたいな言い方すんなよなんだ今の日本の大学っていう確か、はい、ネブラスカ大学受かってました受かんなくて、はいはいはい、で、そう、その大学受かんなくて浪人するって時、浪人めっちゃ辛くて、うん、もう浪人したことが辛くて、そう1ヶ月ぐらい、はい、僕そこで親にちょっと NSC 行きたいみたいな話もしたんですけど、うんうん、そこでなんか生まれて初めてぐらい親に怒られて
そうか、大学行けやみたいな。あ、しかもあれですよね、親御さんすごい方ですよね、確か。はい、やらせてもらってます。やらせてもらってます。やらせてもらってます。やらせてもらってるんですよ、本当に。まあ、あんま言えないですけどね、今 FBI の長官をやってる。そんなわけない。なんか偉いの種類違うじゃないですか。偉いの種類違う。全てを監視しています。そういう超能力で、超能力で。俺のお父さん、超能力捜査官で長官までなります。超能力捜査官で長官までなったやつ見たことない。誰かの部下だからね。見えます。すごいね、なんか一個一個全部漫才に見えるな。好きなんですよ、フォローしてくれるんだよ。そんな言うんですよ、こいつが言ってくれるの。でも浪人時代それはそうね、辛くて。でもなんかお笑い見てる時はやっぱなんか浪人のことを考えなくて済むなと思って、はいはいはい、お笑いって好きだなと思って、ちょっとその大学入ったらお笑いサークル入ろうとか、有名になりたかったけどなれなかったから、まあ芸人になろうとか思ってました、僕は。大学が確か慶応でしたっけ。そうです、めっちゃ頭ええとこですけど、そこにお笑いサークルあるって知ってたんですか、もともと。いや、知らなかったよ、ね、知らなかった、ね、あったら入ろうぐらい、あったら入ろうみたいな。僕当時は、大学行きながら NSC 行こうかなと思ってたんですよね。はい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 、結構そういう人いるじゃないですか。いますね。でそうしようと思ったら、大学が始まったら、うん、大学って楽しいじゃないですか、はい、なんか女の子とかいて、うん、バカだよ。僕男子校だったんで、バカだよ。女の子とかいて楽しいなって思ったら、まあでもそのイメージはあるわ。そうなんです、はい、そしたらなんかお笑いサークルってのがあって、うん、遊びながらお笑いできんじゃんって思って入りました。最高最高、これだ。うわ、面白いだからバカな真剣ゼミのバカ。遊びながら部活も頑張れるの、頑張れるのじゃないんだよ。その考え方のやつ相場おもんないよ。これまたおもろいからさ。いや、それだ、面白いのがさ、そこでじゃあ大学行きながら NSC 行こうってなってたら、出会ってないってこと。そうですね。はあ、その気持ちがあったからお笑いサークルに入ったんですもんね。そうです、そうです。はあ、逆に車さんは、はい、NSC に入ろうとは全然思ってなくて。いや、思わなかったですね、うん、なんかその僕らの頃ってそういうなんかよ NSC とかにはなんかこのマイナスなイメージが多くて、やっぱ。なんで、なんかそちょうどそのなんか吉本は怖いらしいぞみたいな。はあ、あの時代か。ちょっとグレーみたいな。あ、なんか闇営業とか前ですけど、俺グレーって言ってんけど。ちゃんと闇営業気使ってたのにさ、気使ったやつをちゃんと洗ってなって。すごい梱包さね、アマゾンかと思って。過剰な梱包じゃないよ。取って今出しちゃったって。出すか。それが人のやろ。なんで俺のやつを買ってなきゃ。ピンと合わせて利用系じゃねえんだよ。俺は箱やねん。俺は箱やねん。人の荷物だから、人の荷物買ってやるんだよ。ダメダメ。いや、そういうのじゃなくて、うん、なんかこのエピソードで、そういうこと芸人さんが、うん、あの先輩滑らない話とかでも、なんかこう NSC でこういう目に遭いましたとか、当時むちゃくちゃでした。なんかそういう話ばっか多かったじゃないですか。なんか今は聞いてお笑いですけど、うん、なんか当時はなんか、うん、あ、じゃあやっぱ言ったらやべえんだな、わからないもんね。素直になんかちょっと怖いんだみたいな、思ってイメージがあったんだ。で、だから行こうとは思ってなかったんですよ、だから。でもなんかお笑いちょっとやりたいし、そうそう、なんかサークルぐらいでもう身内でやるぐらいがちょうどいいなみたいな感じだったんで。で、お笑いサークル2人で入って、いきなりこうコンビを組んだわけではなかったんでしたっけ。そうですね、です学年が違うんで、それぞれ同期と組んでたんで、はい、いろいろと。そうかそうか、そうなんですよ。どこで2人は出会うわけですか。まあ、僕が2年生になったタイミングで彼が 新刊の時期に入ってくるんですけど、入ってきて、入ってきても当時はもちろん別のコンビを彼やっていたし、うん、あの彼が楽屋でずっと先輩に、うん、あの一番月曜日に一番綺麗なジャンプを手に入れる方法の話をずっとしてて、うん、ジャンプで毎週月曜日に、だから、そう、あのだからこの立ち読みが当時多かったから、うん、なんかあの端っこベローンってなってたじゃないですか、はいはいはい、手汗の多いおじさんとかが触って、うん、後ろの広告がこうちょっと歪んでたり、あのないコンビニがここだっていうのを力説していました、うん。知ってたんだ。知ってたから、そんなんいいんすよ。僕はそれ見て、それ見て、あ、ダメだこりゃ。ダメだこりゃと思った。ダメだこりゃじゃない。めちゃくちゃやつ入っちゃったと思ったんですけど。まあそうですけど、まあ、その同期で組んでて、そのプロに行こうとしてたんで。はい、僕は当時一芸人になろうと思ったんですよね。あの、うちの慶応義塾大学お笑い道場オーケイズの。ダサくないな、お前。お前かっこいいだろ。お笑い道場オーケイズ。お笑い道場オーケイズ。慶応だからオーケイズ。慶応はオーケイズ。で、お笑い道場。道場。ダサくないいたんだろお前そこに。いたんだろお前そこに。え、そのマスコットみたいなキャラクター何だったっけ。いや、あの、オーケー、なんだっけ、オーケーズくんね。オーケーズくん何の動物だったっけ。キリンね、キリン。なんでなんでキリンが横向いてたんだよ。なんでキリンだったのマスコット。いいよ、オーケーズの話じゃない。自分のチャンネルでやれ。
なんだ今思ったんです。今思った。今思ったんです。あるんですよね、早稲田。ほんでダサいな。ダサいですよ。でも逆に一周待っていいんじゃない？一周待っていいですよ。早稲田はお笑い工房ルートとか。工房？ダサい。そういう意味。わざとや。わざとダサくしてる。なるほど。そういうことだ。そっちの方が耳に残るやろ。そんな思いだと思わなかった。そうなんですか。そういうことやねん。違うんです。そこで出会っ、そこだったら同期で、その同期でそのコンビを組んでたんで、うん、僕は関係なかったんですけど、その相方さんが実はプロに行くつもりがそんななかったんですよ、うんうん、あ、そうなんですよ。相方さんっていうのは煙さんの相方が、元相方さんがプロに行くつもりないけど、うん、なんかライブも受けるし、うん、ちょっとそのチヤホヤもされるから、うん、なんか言い出せなくてずっと、はい、そうだったんだ、ならないよって言い出せなくてずっと悩んでて、うん、そうなんですよ。だけどもう就活が始まるタイミングで、うん、3年生の時に、はいはい、うん、ちょっと行かないわっていうの、そうなんですよ、言われたんだ。ある日言われまして、はい、煙さんはそれまで気づいてなかったの？俺はこいつでやるって思ってたんだ。本当に気づいてなかったんです僕。でなんかしかも言い方も最悪で、うん、なんか完全に酔った勢いで品川駅で言われたんですよ。最悪ね、完全に酔った勢いで駅だし、ね、駅だし、うん、それまでもだってね、数年間俺はプロでやっていこうなみたいな話もやってるわけでしょ。まあまあそうっすね、ゆくゆくはみたいな話はしたんですよ。ということで、でも本人的にはちょっとさっき言ってたけど言い出せなくて、そう、まあね、大学生だから難しいじゃないですか。いざ就活始まったらやっぱ怖いなとか、うん、あるあるあると思うんですけど、うん、めちゃくちゃ焦ったんじゃないですか。いや焦りましたよ。もう普通に病んだし、普通に病んでて、もう家でそのずっと僕らが入り浸ってたんですよ。その大学のすぐ近くにマンションを借りてて、僕が、はい、もうそこねやってたんですけど、もういいとこなんで、うん、あの窓を開けると東京タワー見えるんですよ。素敵なとこやな。素敵なこの慶応のキャンパスの近くに。さすがやね。追い込まれすぎて、うん、もうこのすっごいほぼウイスキーのコークハイ飲みながら、うん、ほぼほとんどウイスキーのコーラ1ぐらいのコークハイをこうやって飲みながら、ベロベロになって窓を開けて東京タワーに助けてくれーって誰に求めてんの？東京タワーと組もうとしてるんです。そんなわけそうなの。東京タワーとね、デコボコすごいデコボコすぎるんで、絶対 M1 取れるんだよ。どうやって連れていくかやけど、東京タワーとコンビ組もうとしてる。そこが会場になるでしょ。途中では動かない。いや、それショックよね。だって夢を追いかける第一歩でいきなりこけたみたいなところがあるから。そうですね、うん、でもそれも見ててなんかそっからまあ遊びでもいいから来れませんか、うん、みたいな。その時の、はい、まあちょっと病んでる時って、はい、車さんはもう相方とは解散してたんですか？もう僕はサークルなんでもういろんなところで組んでたんですよ。そうそう、お笑いサークルっていっぱいコンビ組んでるんですよ。ああ、なるほど。最大9個組んでました、ずっと、うん。え？こいつとはなんか俺がボケのネタ、漫才、うん、逆にツッコミの漫才、うん、コントでボケ、コントでツッコミ、うん、トリオ、集団コントみたいな。だから、いわばあれですね、プロを目指してないからこそできたかも。そう、もう趣味なんで、ね、結局知れない。そうそう、ね、文化祭は出るよっていう子もいるわけじゃないですか、同期で、うんうんうん、したらなんか文化祭の時、こいつちょっとやってみたいなとか。それ相方の9人の相方は一人でもいなかったの？そのプロでやりたいみたいな、うん、それが、だからそれがいなくて、うん、その9人がファーって消えてた後に、うん、この人が立ってるんですよ、はい、何かっこいい話。急にが離れてったんだ、ちょっと。まあそうっすね、まあ徐々に、うん、僕も同じ人だ、就活しますとか、うんうんうん、なんか公認会計士の試験やりますとか、みんなこう、なんかね、学歴もいいから、みんなは、うんうん、僕はだけは卒業する予定がなかったんで、もう変な話してたんですけど、みんなはもう先の夢に向かって留学行ったりとかしちゃってて、うん、そうか。でもその時に清盛さんそうなってる、じゃあ一緒にやるかってなった時に、もう思いは知ってるわけじゃないですか、はい、もうじゃあプロでやらな、俺もあかんのかなって思ったってことですか？なんかまあ、うん、プロ入るかなと思っても、ここで入るとかはあんま決めてなくて、うんうん、僕らってそのコンビ組んでくださいとかは言ってないんですよ、うん、そうなんですよ。え、言ってないんだ。あのプロになろうとかも言ってなくて、はい、言ってないですよ。ずっとまあ事実婚状態というか、ほんとそう、書類交わしてないんですよ、マジで一回も。でも煙さんの中ではちょっと病んじゃったじゃないですか、はいはいはい、でもパッて目の前見たら車さんが立ってたわけでしょ、うん、そうですね。こいつとプロでやっていきたいって思ったんですか？なんかプロでやっていきたいとは思ったんですけど、別にその話もしてないんで、うん、本当結構不安で、ちょっともう怖かったんじゃない？そうっすね。売れられるのか、まあ、うん、とりあえず大学4年間相方がいることはすごいいいことだなと思って、うん、なんか車と組めて嬉しいんですけど、うん、この先プロになるかどうかは分かんないじゃないですか、うん、分かんない、はい、だからあの NSC 入る時も、うん、あの NSC の書類あるじゃないですか、うん、書類にあの相方の欄ってあるんですよ、一応、うんうんうん、住所とか全部書いた後に、はい、相方、あのもうコンビ組んでる人はそう書くじゃないですか、うん、僕、車いるかどうか分かんないのに高平直樹って本名書いて、うん、え、そうなんですよ。そのいてくれって思いながら出したんです、 NSC、はい、何それ、はい、あなたもちょっと書いたんでね。そう、僕もだ書いて、うん、相方の欄とかあるんだってそこで知って、うんうん、
って。でも一人で入ったら、やばいかもみたいな、なんかいじめられたりしたらどうしようとか思って、怖いかもとか言って、なんか知らない人と喋りたくないから、知ってるやつ、あ、知ってる人入ってくると思って、俺がついって書いて、いてくれー、提出したらいました。いました。ギリギリ。あぶねー。そんな感じやったの。カタゴンでゴーじゃなかったってこと。違う、いてくれで、いてくれと思いながら、はい、あ、よかった、いてと思いながら、その感覚そしたらやっぱ楽なんで、最初から2人だったらなんか相方探しのなんか会みたいなのあるんですか、最初、そういうのとか行かなくていいし、なんかこの前君たちは大丈夫だもんねみたいな。でもしっくりきてたんでしょうね、お互いが。まあ、かもしれないですね。ネタももちろんやってたやろし、サークルで、はい、だからそこで変にしっくりきてなかったら NSC ってやっぱ面白いやつも多いし、はい、ちょっとあいつおもろそうやな、ちょっと浮気心みたいな出たかもしれない。もともとだって9人の相方と絡んだ人やもんね。そうです、そうです。でもやっぱりどっかでやっぱこいつだよなっていうのはあったってことかな。そうですね。なんか別にもしかしたらこっちこそ辞めちゃうかもしれないとか思ったんですよ。お金持ちだし、まあそうですね、なんかいつ辞めてもおかしくないと思ったんで。確かにそこのハングリー精神みたいなのがちょっとあるかもしれない。だから辞めちゃった時になんか違うやつちゃんと目つけとかなきゃなって思いながら入ってたんですけど、なんかそんなに面白いやついなかったんですよ。そんなになかったなんてこと言う。当時はよ、今はなんか覚醒してる。そうね、ヨネダ2000とかめっちゃおもろいですけど。あ、そうか。当時やっぱ僕らだけ大学卒業ぐらいの代だし、みんな若いしね、高校生とかなんかやっぱこう難しいですか、なんかまだ本当に始めたてだから。はいはいはい、はい、なんかこう魅力的には見えなくて、だっていうずっとなんか続けて、でも辞めなかったんだから良かったですよ。はい、なるほど、はい、売れなくてもいいって思ったら逆に辞めなかったです。あー、その思いがあんねや、はい、好きなことしてりゃええやみたいな。そうっすね、なんか最悪なんかパパに頼めばみたいな。情けない先輩、こんな先輩のチャンネルめっちゃおもろいよ。それ言うねや、ちゃんと言うなよ。何かあるかも。何か絶対何かあるしな。なんで何かあると思って、勝手なマス的な感覚。お父さんが本当にすごい方だったり、まあ、調べてくださいなんですけども、はい、でもどっかであったんじゃないですか、車とやったら。でも売れるやろうな絶対にって、こいつやっぱおもろいからなっていうのあったんじゃないですか。ちょっとその辺の話も聞きたいよね。そうよ、もうね。あ、でも本当にもう車も大学の時からもうめちゃくちゃネタとかの設定も出してくれたり引っ張ってくれてたんで、やっぱこいつすごいなと思ったのは NSC 卒業する時の大ライブっていう、この、まあ、いわゆる主席を決める。あー、一番おもろいやつ決めるじゃないですか。ほんと期末テストみたいなもんですよ、はいはいはい、俺もあったわ昔。ありましたよね、ほら発表会みたいなのあった、あった、はい、それがもうほんと300組ぐらい、300組ぐらいかいて、予選があって上位8組で、ベスト8のトーナメントで、最後トーナメントなんで、がっつり大会なんだ。もうネタ4本とか必要なんですよ。NSC 卒業したてでしょ。そうそうそう、最後ですね、卒業ライブが、ライブ、それのネタの順番とか全部車が考えてくれて、優勝して僕ら主席になれたんで、やっぱちょっとこいつすごいなってありましたよ。 M1 と一緒やんか、だから、その時から考えてて。そうですね、もう主席を取りに行ったんだ。取りに来ました。もう取るし、もうだからこの1本目はこのネタやってとか、衣装も当日にこしらえて新しいライブ。そうなんですよ、そこで新衣装来ましたね。新衣装を着て、まあ、その方がフレッシュにも映るし、他の同級よりも衣装ちゃんとしてる感もあるしみたいな、で、なんかネタの並びも、まあ、こういう順番にしようもあるし、NSC の時にいろんな作家さんとか社員さんに、僕ら大学お笑いやってたせいで、結構目の敵にはされてたんですよ、やっぱ。そうなんですよ。まあ可愛くないじゃないですか、経験者なんて。まあ確かにね、力っていう感じはしないかもしれない。原石を磨きたいから、まあ、気持ちも分かるんですけど、で、落とされた、そこでなんかライブに一個も出てなかったんです、僕。事務所、人力車との対抗とか、大阪の NSC と対抗戦とか、俺はどんだけ受けても入れさせてもらえなかった。そんなんやったんや。だその落とされたネタを全部そのやったんですよ。復讐で、全部一本勝ち上がるたびに、その社員のとか一回一人ずつ。それ何だ。めちゃくちゃ怖いけどめちゃくちゃかっこいい。それはもう表も裏もちゃんと完全に勝利したかったんで、それがもうこれに言うためにやってました。なんか俺今感じたのは、もちろんお笑い芸人でこれからスターになっていくと思うけど、意外でも多分成功してたね。あ、その感じしない。いや、します、します。全然無理そう。めちゃくちゃ地頭いいのと、戦略がないよね、やっぱりね、めちゃくちゃね。でもその本当急に考えてるだけなんで、慌てて、そんななんか僕その無理なんですよ。その提言とかはできなくて、やっぱこの、いやいやいや、提言系は、提言系は無理なんですよ。
中田ちょっとこっちがオブラートするで、ちょっと今度僕らのヒント忘れられるから、なんで僕らの墓は中田ヒント合わせなくていいんですか。提言結構ね、あの一緒に言われること多いんですけどネクストネクストじゃないかっていうこと多いんですけど、そういう感じじゃないか。俺花ええんやけど、提言系もできる彼は頭が本当にええから、はい、やるべきことと やったあかんことっていうのをちゃんと積み上げてる、うん、提言できますでも自分でやらんだけである。そのお墨付きいいですよ、やらんでできます。いやいや、やとかじゃないです、本当にやとかじゃなくて、全くそのあんな風にはできないというか、俺もその、うん、ずっとこうめっちゃ勉強してそれをこうアウトプットするとかも僕無理で、勉強とかめっちゃ苦手なんですよ。ええ慶応行ってたのに。でも学年ずっとビリで、中高6年間やる気なかったからでしょ。でもそのなんか戦略みたいな、一瞬だけ頑張るんですよ。毎日本読んだりとか、うん、筋トレとかできないんですよ。そういうのはできないんですよ、僕。できる。できない。できないでいいじゃないですか。できないって言ってる。できるってなんですか。最初からずーっと思ってたけどちょっと車くん多いな。バレてたら多いんですよ、ほんとにツッコミも多いから結構多いで怒られることが多いんですよ僕あのミキの昴生さんにうるさいと、俺昴生さんに初めてうるさいって言われた後輩です。ありえないぐらいうるさかったらしい。なんかいろいろ面白い。うるせんすよ。いっぱい持ってるね。いや違う。うるせんすよ。え？おしゃべりなだけなんです俺ずっと。おしゃべり。おしゃべり。ずっとおしゃべりかも。そんな令和ロマンから聞きたいわ。どうなっていきたいの令和ロマンって。あ、今後っすか？これ聞きたいやんか。やっぱり時代は変わってきててさ、まあ俺らの時代で言うたらやっぱりベタにいつかはゴールデンで冠番組を持ちたいですねっていう人が多かったわ。でも今の時代って SNS 時代やったりもするし、いろんな媒体があるわけで、どうなんの令和ロマンは。本当の理想っすよね。本当の理想。本当の理想は何にも考えないままずっと売れてたいですそれはそうよ本当に。いや誰でもそう。いや誰でもとかじゃなくて、いや本当に考えないとか、テレビ出るためにこうしようとかはあんまり考えてはなくて、え、今考えてないのそれは。そうですね、テレビとかは基本的には優勝していっぱいお仕事バッてもらった時に、優先順位で並び替えた時に、やっぱラジオとか取材とかこういう YouTube の方がやっぱ上に来ちゃうんですよ、やりたいことも。なるほどね。だから結構なんかと尖ってテレビは嫌いだとか断ってるみたいな、そういうことではなくて、言われるんですけど、単純にその順位が低くて、あ、ごめんなさい、いけないですその時間はっていう。なるほどね。感じになることが多くて、でも面白い面白い。それもやっぱり時代やと思う。そうなんですよね、出れないんで。1個前の時代やったらまずテレビテレビテレビって絶対なってたし。そうなんですよ。だから結構な周りから心配されるんですけど、あ、でもなんかこっちの方が今はやりたいんで、だから後先考えたら、多分今頑張ってテレビ出て、なんかこう人脈を作って味方を増やして、この後の動きにつなげるが、これ絶対いいと思うんですけど、そう、分かってるんだ。分かってるんですけど、なんかこうやって YouTube とか撮りたいんですよ。そう、正直、本当に楽しちゃってるというか、そのストイックな人だったらもう我慢してでもテレビ出れると思うんですけど、両方めっちゃ頑張るとかね。そう、それは無理で。いやいや、俺はいいと思う。それが令和ロマンなんじゃないの。本当に夜もご飯とか食べに行きたいし、はい、お酒飲んで、そのできれば昼ぐらいまで寝たくて本当にすいませんっていう、ね、本当にすいません、各関係者の皆さんって感じなんですけど。なるほど。 そうです。それ同じ思いなんですか、ケムリさん。僕はテレビは出たいっちゃ出たいんですよ。でもなんかコンビで出る必要はそんなないなと思って。おー、なるほど。コンビでいるなら漫才とかした方がいいだろうしって思って。はい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 。僕最近一人で東大王とか出てるんですよ。おー、なるほど。そういうのは好きなんですよ、僕は。もともとだってやっぱり人気者になりたいっていうベースがあったから。あるんで、その将来はできれば旅番組をやりたいです。旅番組をね。それは一人で、それとも二人で。相方じゃない誰かとやる感じのやつ。まあ旅猿的な。あー、なるほど。旅ゴリ、旅ゴリ。旅ゴリってなんだよ。サイズ感で言うとね。岡村さんが俺になったら旅ゴリじゃない。そういうことじゃないんだけど。
面白い、ね、いいね。だコンビでは本当僕漫才とラジオぐらいしかあんましたいことないっていうか。なるほど、ね、それが一番したいんで、うん、だそれで言うとやっぱ車さんネタっていうものがやっぱりずっとそれは永遠にやっときたいっていうのがあるんですか。なんかそうですね、うん、やっぱ先輩たちのネタ見てるとずっとなんかこのネタいいなみたいな、うん、もうずっと見ちゃうんですよ、うん、NGK とかルミネでも先輩がネタやってたらおもろいよねみんな、おもろみたいな、これあこの感じのネタできるようになりたいな、でもこれはこの年齢じゃないと無理だよなとか、はい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 、はい、この時にあいつかこういうネタ今やってるネタ、うん、これこの年のネタなのかなとかすごいね、こう思うんですよね。あだからそうなんかあれみたいに、なんかタイムカプセルみたいなのに入れたりしてますネタを。えこれ作ったけど、うん、これは多分、うん、少なくとも40前後ぐらいに何それこれ、うん、もう受けないなみたいな人は、うん、大切な自分のメモの奥の方に入れてやばっ 見ないようにしてるんですよ、うん、だって見たらやりたくなっちゃうから、うん、そうちのチャンネルで開けさせてやなんで勝手に開けてすぐ人の箱開けるのなんで開けたのかダメですよそれ一番よくないそれ一番よくないなんで俺やっとくからただパクってるだけですただネタパクるかなって言ってるだけですよ、なんか例えすぎて今わけわかんなくなる。俺40超えてるしできるようじゃないですかできんじゃないまた違いますゲーム仮パクするやつと俺がレベル上げとくからみたいな帰ってくれない。すごいな、はい、そういうのがあるんだとかありますね。今はできないかなとか。なるほどね、はい、いやでもこれだけね面白い、そして漫才もむちゃくちゃ面白いから、うん、吉本的にはやっぱり劇場もたくさんあるやんか、はい、やっぱりそこをちょっとやってってほしいっていうのもあるよね。そうっすね、漫才師としてっていう、はい、でも東京だもんね。東京です。 NGK やっぱ大阪人は、はい、やっぱ吉本で漫才やってたらいずれはやっぱり NGK ナンバーグランド花月の寄席に終出番みたいな、漫才師はみんな夢を持つんだけど、東京やからそれってそういうのはないの。僕 NGK めちゃくちゃ好きなんですよ。お好き、あの権威が好きなんで僕は権威、はい、権威性があるで NGK です、はい、でかいもんね、はい、パパぐらいでかいもん、ね、パパぐらいでパパかと思いました初めて見た時パパかと思いましたどこで思うの、入った時パパって思うのか、まずやった時パパって思うどこでパパって思うの。サンシャインぐらいでかいあのサイズのそんぐらいでかいから、それぐらいでかい、大好きだから。で僕本当に東京、うん、多分東京初のこの NGK 大看板とか、うわー なりたいです僕。いいね、かっちゅうっすよね。だったらそれ車さんも同じ思いますか。いやめっちゃ思います。やっぱ東京の、まあ、ルミネとかもすごいですけど、うん、やっぱこう NGK と全然違うじゃないですか、ね、全然違う、ね、文化やっぱ中心なんだな、ここが全然ちゃうよね。すごいというか、あっこはちょっと特別、あれはあそこでもうまだまだ全然だから、このなんか鳥で大爆笑取りたいなっていうのめっちゃありますね。いける、令和ロマンやったら絶対いけるし、あの大阪に住んでないとダメっていうルールなんかないし、はいはいはい、そこを令和ロマンが変えてほしいな、はいはいはい、だから俺らもほんまに ありがたい話で東京住みながら終電はもらったりしてたから、そういうのも許してくれたりするから、はい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 、そういうのいけんじゃない。変えたいですね。これで大阪で NGK の昼出番やってる間に、はい、ちょっと間で旅番組とか撮ったり。ああめっちゃいいじゃん。いいじゃない。大阪の旅ばっかになっちゃいますね。近畿になっちゃうけど。ね、はい、呼んでいいじゃん。めっちゃやりたいですわ。いいじゃん。間が何するの。なんかいいプランで、いや間俺はなんか全然見てるから、天田さん。天田さん。笑い好きだから。天田さんおもろい。天田さんの動きの練習をずっとしてるんだ。でなんかこの浜本さんのこう首、あここで振ってこう戻すんだとか。なんか手が一回入って、この音はマイク入れなくていいんだ。浜本さん恥ずかしい。俺マジ横でずーっと見てます。こっち手を置いて。横にコント入るときと縦にコント入るときどっちが恥ずかしい。多いんだよ。浜本さんが多いんだよ。浜本さんすごいから。俺も昔大好きで、あの方の表情って、うん、技術やばい。すごいよね。全部見たいんで、モニターとその袖で見ながら隙間から横からも見れるんですけど、モニターで顔見えるじゃないですか、うん、そこでこうどっちも見えなきゃいけないんですよ。スーッとやってて、ダフだもん、懸命やってて、うん、でもなんか本人には言えないんです、恥ずかしいんで確かに本人にはちょっとあんま言ったことない、本人にはちょっと恥ずかしいんで、ちょっとこういうので伝わってほしいっていう、うんみんな拡散してっていうね、SNS 時代でね、素晴らしい、面白い、はい、令和ロマンその形でやっていきたいなっていうところですよね、はい、まあほんまに今日来てくれてありがとう。ありがとうございます。この後ちなみに令和ロマンのチャンネルも、はい、撮影するということで撮らせていただきます。ぜひ皆様概要欄から飛んで見てみてください、はい、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ちょっとまたぜひ、はい、なんか一緒にやれたら、はい、お願いします。やりましょうね、はい、してください。本当にめちゃくちゃ面白かったです。本当ですか。本当です。嬉しい。言わなくていいんだよ。
思ってます。あのちゃんと嬉しいです。カイさん、さすがにもう僕らぐらいの芸歴から下のあのカイサクさんに対する気持ち考えた方がいいですよ。さすがに、いや、ちょっと違いますよ。またこう同年代ちょい下ぐらいの後輩の方と。あ、違うの？全然違う。がっつりテレビで見てた方とちょっと違いますよ。テレビスターなんで。そう、本当にそう。サウナ入んな。もう限界だよ。限界です。も見てましたし、限界です。いろんなのも出ましょう。 M1 のも何回もなくミスミス勝利です。出ましょう。あんま最近テレビとかで見ないですよね。お前やめときや。全然整わんない。そこ一番アレルギーやの。一番気にしてるところなの。良くない水かけじゃん。良くない水かけ。ドライアイスとか。ドライアイス頼んできたみたいな。心臓止まっちゃう。全然整えへんから。危ない。やめましょう。感情のサウナ気をつけましょう。とにかく最後でございました。レバノマンでした。ありがとうございます。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。X のフォローもお願いします。TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。